ナイジェリア人の男を逮捕大量の墓石破壊との関連も浮上です器物損壊の容疑で昨日逮捕されたナイジェリア国籍の無職アブラハム・エマヌエル・ウバ容疑者45歳です先月15日午前5時ごろ愛媛県西条市の寺の境内で石の仏像を押し倒すなどして壊した疑いが持たれています こちらは破壊される前の仏像の写真高さは1 7メートルほどで仏像の下をくぐることで材をなすとされてきましたが破壊により様子は一変土台には仏像を押し倒した際にできたものなのかところどころに削られたような跡が残っています実は愛媛県内では同じ日別の場所でも 同様の被害があったといいますさらに6日後愛媛からおよそ200キロウバ容疑者が住む大阪府阪南市でも事件は起きていましたこちらの墓地では多くの破壊師が何者かによって倒されましたその衝撃でしょうか多くの破壊師が砕けている様子がわかります台座から崩れ落ち横たわる破壊師

不審な音。当時寺の関係者はこう話していました。一人や二人ではこういうことはできない。十人以上、二十人、何かしら三十人ぐらいの人間がこういうことをやらないと、これだけひどい被害に遭わなかっただろうなと思います。被害はこれにとどまりませんでした。同じ阪南市内にある。 出墓地でもおよそ100基の破壊死に同様の被害が確認されその数は合わせて400基乳母容疑者は大阪での破壊については関与を明らかにしていませんが警察は愛媛と大阪で起きた両事件の関連を調べています